2019年5月から12月の運転系統図ロンドンノースイースタンレールウェイはイギリスの列車運行会社でロンドンキングスクロス駅から北東イングランド及びスコットランドに至るイーストコースト本線で長距離のインター式列車を運行している2018年6月に東海岸本線の都市間列車の運行バージントレーンズイーストコーストより継承された以下 ロンドンのオスイースタン鉄道をルナーと全身のバージントレーンズイーストコースとはビテックとそれぞれシルス。ルナーは運輸省が所有している。11の駅自体を管理し列車は合計53の駅を結んでいる。2015年2月から2023年3月までの契約で東海岸本線の都市間列車のフランチャイズを運営していたバージントレーンズイーストコースとは 業績の悪化により契約が打ち切られ、2018年6月24日付で、ロンドンのスイースタンレールウェイのブランド名で、国有化された。同フランチャイズは2009年から2015年に、かけても、運航会社の財政難による撤退で、国有化されていた経緯があり、再びの国有化となった。この国有化は2020年までの暫定措置であり、その間に、 新たな官民パートナーシップを構築するとされていた。2019年7月、ルナーが2020年6月28日から2025年までの運営権を延長取得し、グレート・ノース・イースタン・レールウェイ以来最長のフランチャイジーになったことが発表された。同社の社名は1923年から1948年にかけて運営されたイギリス次鉄道会社、 ビッグフォーの一つであるロンドンノースイースタン鉄道の名前を継承している。ルナーはキングスクロス駅を起点にイーストコースト本線を経由し次の各方面に都市間列車を運行している。ルナーで運行している相性付け列車は以下の通り。ルナーはビテックからインターシティ125及びインターシティ225を継承した。2016年9月以来ビテックは ニューアーク、ヨーク、リーズへの運行で使用するために、DB カーゴから3両の90型を借り入れていた。ルナーはこれらの機関車を引き継いでおり、91系機関車の不足が続いているため、当面は保持する予定である。2019年5月15日より、都市間高速鉄道計画により導入された、日立製作所製の800系、アズマの営業運転が開始され、 2019年9月16日から8 0 1系アズマの営業運転も開始された。既存の車両は8 0 0および801型で置き換えることが決まっている。ビテックは当初6から8編成のインターシティ225を回収しての継続使用を計画していたが、ルナーは現代に見合う回収に多大な手間がかかることが見込まれたため、 これを諦めて801系電車で置き換えることとした。ありがとうございます。